はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、今日のね、この話はですね、まあ、今までたまにお話ししていますけども、まあ、未だにね、まだかまだかとこう待ち遠しい心でね、いっぱいでございます。そんな中、こう仲間たちがね、どんどん生ものが解禁になっていってます。羨ましい、めっちゃ羨ましい。僕も食べたいですよ。お刺身でしょ、寿司でしょ、卵かけご飯でしょ、あと、まあ、ユッケ、桜ユッケで、マグロユッケ、海鮮丼とかもね、言い出したらきりないですわ、ほんまに。まあでも、その病院によってね、まあ、方針も違いますのでね、とまあね、そのまあ仲間というのはですね、この同じ病気の白血病をした人たちのことです。まあ、その人たちがね、ツイッターでこう繋がってくれてます、僕とね。まあ、お互い近況をツイートし合って、お互いね、励まし合ってます。ね、急にこう、入院になったとかね、来週退院します、退院しましたとかね、まあ、その病室でのご飯とかね、病室から見えるこの景色であったりとかっていうのもね、画像アップしたり、まあ、そんなん見てるとね、あ、みんな戦ってるなーって感じますね。でね、この、まあ、とある女性の患者さんが、まあ、同じ時期に入院してて、まあ、その方もね、骨髄移植をされましてですね、まあ、その時期はね、僕よりも3、4ヶ月ぐらい後やったんかな。まあ、その無事にね、成功もしまして、まあ、そのこともね、ツイッターの DM で教えてくれました。まあ、その方もね、またもう一人の方も女性なんですけどもね、そのお二人が同時期にね、いや、同じ日やったかな、このね、生もの解禁っていうね、ツイートがね、ポンと上がってきたんですよね。素晴らしい。っていうか、羨ましい。ほんまに。もう、っていうか、俺はいつって感じなんですわ、ほんまにね。でも、まあ、彼女らもね、まあ、免疫抑制剤飲んでてですね、多分ですけど、僕より多いと思うんですよ。多めやと思うんです。いや、不思議ですよね。ほんまに。まあ、早く食べたいなぁと思うね、今日この頃でございます。まあ、でもね、まあ、こう、羨ましいことはね、食べ物だけじゃないんですよ。ファッションもそうですね。まあ、女性ならね、メイクをされますよね。まあ、僕はしませんけど、でも男でもね、ヘアカラーはしますよね。まあ、される方もいますよね。まあ、でも僕はね、どうしても我慢ができなくて、やってしまいました。こう、カラー剤をね、この頭のね、お肌、頭皮ですね、つかないようにね、工夫しましてね、なんとかできました。ねえ、もうこう、やりたかったことがね、できるとね、嬉しいですね。いるかな、まあ、お気づきの方も見てると思うんですけどね、昨日の動画、ね、以前の動画でも上げてますけど、この、見えます？ちょっとこことね、ここと色違うんですよ。こっちも、こっち見にくいかな。この辺の色とこの辺の色がね、まず違うんです。こっちとこの上の方はね、ちょっとあの、白に近いアッシュ系なんですけど、まあ、この下の方は、まずブラウンを抑えるためのアッシュ系にしております。っていうね、まあ、インナーカラーなんですけどもね、まあ、テンション上がりますね、本当に。こうね、なんて言うんでしょう、こうもう一度できた、諦めなくてよかったっていうね、こう、まあ、骨髄移植の副作用でね、こう皮膚障害が出た時はね、ああ、もう何もできへんわ、ね、もう二度とヘアカラーもパーマもね、できへんとね、思ったんですけどもね、可能性ってあるんですよね。そりゃね、この頭皮にこう、つけずにね、塗ることはね、まあ難しいことですけども、まあ、ついたらきっとね、痛くなるなんて分かってたんでね。まあ、そしてね、まあ、そこからこの肌荒れがひどくなってですよ、皮膚障害に発展する可能性もあるので、こうね、病院の先生はね、それを踏まえてお話ししてくれてます。やめときやーってね。なのでね、まあその、話は最初の生物に戻しますけども、生物を食べたことによって、こう、お腹をね、壊してしまって、そこからこう、粘膜障害、臓器障害になってしまうことがあるので、このやっぱ生物はね、やっぱり先生に聞いてからにします。まあ、ヘアカラーもね、頭皮につけなかったとはいえ、まあ、つかなかったとはいえね、もう何も起こらなかったからよかったです。まあ、今日は以上です。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。